皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。私と俺と神様講演会へようこそ。私は今、カナダのトロントに14年前から住んでいるマユコです。神様と私という題で、今日、神様を知らない人たちに、私の経験を通して知っていただく機会を得られましたことを心より,心より感謝します。まず、お祈りさせていただきます。 天の神様あなたの皆を褒めたたえます。聞いてくださる一人一人の心に神様が語りかけてくださいますように素晴らしい神様の皆によってお祈りいたします。アーメン私の母は神戸アドベンチスト病院の隣にある教会で25歳の時にバプテスマを受けました。私は当時3歳だったので その時のことは全く覚えていません。たまたま私たちが住んでいた場所に、参加で有名な神戸アドベンチスト病院があり、母は次女である妹を出産したのがきっかけで、聖書を学び始め、バプテスマを受けたのでした。このことは決して偶然ではなく、母だけでなく、私の人生を大きく変えた神様のご計画であったと思っています。 その時から母に連れられて教会へ行くことになりました。小学校1年生の2学期に入る前、ちょうど夏休みが終わった9月に、私は神戸から京都市伏見区へ引っ越しました。ところがそこで私はいじめを受けるようになったのです。小学生、高学年になると、なぜ人は学校の勉強をしなければならないのか。 何ののためにするのか、良い学校へ入り良い会社へ就職し良い仕事をして自分のために働くこれが本当に幸せなのかいじめの問題も重なって勉強する気力を失った私は学校へ行くのが苦痛でしたそんな私を母はいじめる人はかわいそうな人なんだよと私を慰め励ましてくれました 聖書を学ぶだけで十分ではないのかそうも考えていたのですがそれでも聖書にも向き合えず開きもせず日々悶々と過ごしていたのですそして目の前の楽しいことで忘れようとする毎日でしたそのような私でさえも神様は私に一つ一つ道を切り開いてくださいました 高校さえ行きたくなかった私でしたが、最終的に短期大学まで行かせていただきました。行かせていただいたというのは、紛れもなく私の意思ではなかったからです。私が二十歳を過ぎ、実家を離れて生活している頃、妹が他の教会へ熱心に通っていることを知りました。妹はその頃から聖書の話を私にしてくるようになり、 質問なども投げかけてくれるようになりました。私は幼い頃から妹も一緒に通っていたセブンス・デイ・アドベンチスト教会ではなく、なぜこの教会なのか。私はてっきり妹も私と同じようにセブンス・デイ・アドベンチスト教会でバプテスマを受けるだろうと疑うことなく信じていたものがあり、かなりショックを覚えました。と同時になぜ 私はセブンス・テアドベンティスト教会を選んだのだろう。母の引かれたレールの上を歩んでいるとはいえ、なぜこうも違うのか。私はこの教会の信者ではあるけれど、何を知っているのだろうか。このように自分自身に問うことも増えてきました。何度か妹の教会へも行きましたが、どこか違和感を感じる私がいて、受け入れられませんでした。 そんな頃、当時私が通っていた教会の牧師であった先生が私に「三育学院というクリスチャン系の学校へ行ってはどうかと勧められ牧師になってほしい」とまで言われました。当時私は介護の仕事をしておりとても楽しく人生で初めて私の転職だとまで感じるほどのその仕事に誇りとやりがいを見出して国家資格である介護福祉士を 取得すべく頑張っていたそんな時期でしたですからこの先生は私のことを何も知らないのに何を言っているのかと少し腹立たしくもありましたその上お金もないし頭も良くない何よりも一命を受けた経験で自分自身劣等感にさいなまれ自己肯定感が低く何をしてもダメな人間だと思い込んでいました そんなことも全く知らない人が軽々しく進めないでほしいと思っていました。さらに、その進学を学ぶ上で大学の英語学科に入らなければならず、私の目にはすべてが不可能としか考えられなかったのです。その理由の一つに、私は二十一歳の時、人生で初めて海外へ行く機会があり、パスポートを取得し、アメリカへ知り合いの方が連れて行ってくださいました。 私はそれまで日本人以外の人と会ったことはありましたが本当に外国というのはあるのだろうかととても浅,か浅はかな考えを持っていましたあるならこの目で見てみたいという思いで好奇心に満ち溢れていましたその知り合いの方の友人のつてでアメリカからイギリスの知り合いに連絡してくださり3ヶ月のアメリカ滞在を終えイギリスへ3週間行かせていただくことになりました そこで知り合ったベジタリアンレストランのシェフを務めていた女性に今度英語で今度ジョーメニーというところで商用会があるからあなたが一人で飛行機のチケットを取れたら私のヘルプをしてほしいと頼まれたのです。普通の会話さえままならない英語力で私がチケットを買えるのだろうかと心配してましたが奇跡的に買うことができ ジョーメニーでも5日間の滞在を終え、イギリス経由でアメリカへ戻ってきました。そこで日本人の友人に、ねえねえ、私、ジョーメニーっていうところに行ってきてと話すと、その友人は、それってドイツちゃうのと言われ、私は、ええー、ドイツやったんドイツと分かって行きたかったと叫んでいた私がいました。このように初めて海外に、This is p n しか英語を知らなかった私が、 海外へ行っったた経験があったのでしたしかし6ヶ月の葛藤の末私は神様にもし社会人枠で産育学院へ合格したら神様の御心かもしれないから受験するだけしてみようと考えるまでに至りましたしかし私の頭の中では受かるはずがないと思える自信がありましたなぜならこれまでに2度 学学院の学校へ受験しししたたたたここととががあり一度も合格したことがなかったかっらでした私は社会人枠であろうと受かるはずがないとたかをくくって言いましたがなんと受かってしまったのです何も受かったこと後のことは考えていなかった私は本当に驚きました神様はなぜ私が行きたい時には行かせてもらえず行きたくない時に行かせるのか 我が思いはあなた方の思いとは異なり我が道はあなた方の道とは異なっていると主は言われる本当に神様の思いと私の思いはかけ離れていると知りましたまた何か私に神様が教えようとされていることがあるのかもしれないと思いましたクリスチャン系教育を受けたことがなかった私はその学校で必ず祈りを持って授業が始まり 祈りを持って授業を終えることにとても感動しました。そして聖書を教科書として教えてくださることでよく読むようになりました。その中で自分自身を卑下することも神様に対する屈辱であることを知りました。なぜなら私たちは皆漏れることなく神様から作られたものであり作品だからです。実に私たちは神の作品であって、 良い行いをすするたためににキリスストイエスにあって作られたのです私が行くべき道を示し先を歩いてくださっているイエス様が共にいてくださることは何と心強いことでしょう神様は私の考えをはるかに超えて素晴らしい人生を計画してくださっています聖書を通して教えてくださったことの一つに全ての学びは 神様のためのためにするものであって自分のためではなかったということです。自分自身のためならば自分の人生だから自分の将来のためだからさらには自分の命だから何をしてもよいということになってしまいます。しかし私の命すら自分のものではないのです。兄弟たち、自分たちの飯のことを考えてみなさい。 人間的に見れば知者は多くはなく力ある者も,も多くはなく身分の高い者も,も多くはありませんしかし神は知恵ある者を恥じ入らせるためにこの世の愚かな者を選び強い者を恥じ入らせるためにこの世の弱い者を選ばれましたある者をない者とするためにこの世の取るに足りない者や見下されている者すなわち無に等しい者を神は選ばれたのです ななるるるがが誰も神の御前でで起こることがないようにするためです。ためしかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあります。キリストは私たちにとって神からの知恵、すなわち義と生とあがないとになられました。誇る者は主を誇れと書いてある通りになるためです。私たちは漏れなくイエス・キリストの尊い犠牲のゆえに今生かされているのです。 人間の限られた言葉では語ることすらできない大きな神様の犠牲は今私たちに聖書を通して語ってくださっています。勉強が苦手で英語すら話せなかった私が今ここカナダのトロントでしかも国際結婚までしてここへ運んでくださった神様は私に何をされようとしておられるのか初めの数年間は分かりませんでした。しかしか私は今 えー、8年前から日系自立型リタイアメントホームで働かせていただいています日系ですから職員も居住者もほとんどの方が日本人の方ですまさかここで再び介護の働きをさせてもらえるとは思いもやらないことでしたこのことを通しても今今は分からなくても神様は必ず意味のあることをしてくださる方でどんな状況にいようとも どんな境にああろうととも、希望があることを教えてくださいました。聖書に「主イエスを信じなさい」「そうしたらあなたもあなたの家族も救われます」と書かれていますが母がイエス様を救い主として信じバプテスマを受けたことは私と神様をつなぐ架け橋となったのです今この話を聞いてくださっている皆様も聖書を一緒に学んでみませんか 聖書を学ぶことで、あなたが今そこにいる意味、またあなたが生かされている意味と、これからの将来を素晴らしいものへと導きたいと願っておられる神様が、今も生きて働いておられることを知る経験をされることを願っています。頭で,頭で理解するのと、実際に経験することでは全く違うことであることが分かるはずです。あなたの思いを今一度脇に置き、 聖書の御言葉に耳を傾けてみてくださいあなたの人生が大きく変わるきっかけが得られることを願っています母が私のために私の死なないところで神様に祈っていたことにより私が個人的に神様を知るきっかけになったという事実は何事にも変えられない祝福でした自分でも思いも及ば,及ばないことが起こる日々ですが辛いこと 苦しいことを通して何度も何度も神様は私に出会ってくださる方であることを感謝しますお祈りします愛する天のお父様あなたは神様という存在でありながら私たちのためにその尊い命をん喜んで捨ててくださり救ってくださったことを感謝します今聞いてくださっている人の えー、人々に素晴らしい神様との出会いを経験させてください。何事にも変えられないあなたとの生きた関係が築かれるきっかけとなりますように、神様の皆によってお祈りいたします。アーメン <music>